ではあーちゃんに次にですね質問したいのが、はいはい、まあ世界的にも問題として取り上げられることが多いバイトについてお伺いしたいんですが、はい、あーちゃんにとってバイトをどういった意識で、はい、認識をしてますか？そうですね、バイトについて、うん、私は正直バイトについてはあまり気にしていません。まあ、人それぞれの意識だと思っているので、はい、うん、バイトをするのは、まあ、その人のためにならないなという気はします。あ、はい、うん、バイトという言葉は、まあ、難しいんですけど、はい、やっぱり自分の踊りをすることが一番大切なことなんじゃないかなと思っています。あ、ではですね、次に、あーちゃんにとってリスペクトしてるダンサーがいればお伺いしたいんですけども、これは、はい、そうですね、はい、私のクルーなのですが、はい、ジャパナダのメンバーです。はい、ああ、ジャパナダ、はい、はい、カナダの、そうですね、はい、基礎の部分とか、はい、踊り方とかトリックの楽しさとかいろんなことを教えてもらったので、はい、私にとってはみんなが私のダンスの原点なので、すごくリスペクトしています。ちなみにジャパナダ以外ですと誰かいらっしゃいますか？あ、はい、2人目はですね、はい、ボディーカーネバルのチームメイトなんですけど、はいはい、B ガールみっちゃんです。相方ですね。トムなんです、はい、まあ、私にとってみっちゃんはすごく、はい、まあ、お姉ちゃんみたいな存在で、はい、いつも私の良きライバルで、はいはい、とてもリスペクトしている B ガールの一人なんですけど、はい、まあ、始めた時からまあこんな風になりたいなって思ってた人なんですけど、うん、うん、私にいつも自分らしく踊る大切さとか、はい、考え方とか、まあ、いっぱい教えてくれた人なので、はい、とてもリスペクトしています。うん、他に誰かいらっしゃればお伺いしたいんですけども。そうですね、あと一人は、はい、まあ、またもや同じようなんですけど、はい、ボディーカーニバルで、はい、同じ、まあ、メンバーで、はい、まあ、私にとってはお姉ちゃんでもある B ガールなるみさんです。なるみさんですね。はい、まあ、私とはもう全く全然違った踊り方をされていて、はい、あんなに表現力豊かでいつもいいなって思っています。お姉さんをリスペクト、チームとして2人ともリスペクトしてるってことですね。そうですね、まあ、一番近い存在なんですけど、はい、とてもリスペクトしてる B ガールです。お、ありがとうございます。はい、はい、では次の質問ですが、はい、あーちゃんがジャッジをする際に、はい、なんか意識していることや気をつけていることを見ている部分などがあればお伺いしたいんですが、はい、はい、ジャッジをするとき、そうですね、はい、うん、バトルにおいて完成度というのはとても大切なことなので、もちろんそうですね、ムーブのミスというのは多少考慮には入れています。はい、うん、ただ私の場合は踊りで何を伝えたいかが一番大切だと思っているので、はい、迫力ミスよりもその人のいいところを見るようにしています。でまあ、クルーバトルや複数でのバトルについては、はい、個々の能力も大事なんですけど、はい、まあ、その場をどっちが支配できてるかとか、はい、チームでの空気感や、はい、バトルの運びの重さなどを見ています。うん、そんなあーちゃんですが、はい、まあ、海外でダンスを始められたということで、はい、まあ、そちらでその日本に帰国をしてきて、なんか、はい、まあ、カナダと日本の違い、まあ、海外と日本の違いについて何か思うことがあればお伺いしたいんですが。あ、そうですね、やっぱり、まあ、やっぱ練習場所がすごい違うなと思うのは一つなんですけど、はいはいはい、でもどっちがいいってわけじゃないと思うんですけど、はい、やっぱカナダ、まあ、外国は結構家で練習することもたくさんあって、そうですね、
うん、だから言ったら遊びの延長とかで練習したりもするし、はいはい、そのなんて言うんでしょう、別にじゃあ練習しようかって感じじゃない時にも練習をなんかしたりとかもしてたりとか、はいはい、なんかそういう感じでやってた時が結構私が向こうでいた時が多くて、はいはい、でもまあ例えば練習は練習っていう日もあるんですけど、あ、まあそういうのはやっぱ大きい家なんで向こうは多分大きいだから、ね、はい、だからそういうとこはすごいいいなって、その練習場所がやっぱすごいいいなっていうところですかね。遊びの延長で、まあ、ダンスを始めれるというか、そういった感じ。そうですね、はい、はい、でまあ日本は日本でまたその、はい、こう京都なんですけど、すごいやっぱ練習場所が大きくないので、はいはい、どう言ったらいいかな、まあ、ちっちゃいとこが多いんですよね、1個が、はい、だからこう、まあ、そういう時にみんなでなんかしたりとかもできるし、まあ、結構1人でなんかやったりっていうのもすごいできたりするし、はい、そういうところ、まあ、練習場所はちょっと違うなっていうのと、はい、うん、まあ、イベント、そうだな、なんかこうダンスシーンで言うと、はい、でもやっぱ日本はすごい大きいなって思いましたね。全然やっぱ、うん、はい、カナダ、私はまあカナダなんですけど、やっぱり日本は、まあ、いろんなストリートっていう範囲、ダンスのジャンルも多いし、はいはいはい、シーンは大きいなっていうのはすごいありました。海外と比べて日本の方が、まあ、カナダと比べてであれば大きい、ね、うん、大きいか、大きいですね。で、あとはそうですね、まあ、最近その海外に行かせてもらうこととか、まあ、自分で行ったりっていうのもあるんですけど、やっぱすごいもったいないなと思うのが、日本にはたくさん、はい、もうすごい上手な B-boy がいると思うんですよ。例えば、はい、まあ、本当にオリジナルが強い国だと思うし、はい、わーすごいなと思う人もたくさんいるのに、はい、やっぱり日本ってちょっとやっぱ島国なんで、はい、やっぱどっかに行こうってなるのにすごいやっぱこう遠くになっちゃうから、あ、はい、なかなかチャンスが少ないとは思うんです、他の国に比べたら、はい、やし、なんか私はもっともっといろんな B-boy、 日本の B-boy が世界の人に見てもらえるようになったら嬉しいなと思います。じゃあその、はい、まあ、やはり航空券の、まあ、単純な話、お金の問題だったりとかっていうものに関して、まあ、そういうのを乗り越えて、はい、まあ、どんどんこう海外に出ていってほしいということですね。そうですね、はい。では最後にですが、はい、B ガール、あゆみ、AK、あーちゃんにとって、はい、B-boying とはどういったものでしょうか？そうですね、B-boying、私にとってはやっぱすごい大きいものなんですけど、はい、まあ、小さい頃からいろんなことにチャレンジしてきたんですけど、はい、まあ、なかなかこう長く続けるということが自分でできず、はい、まあ実際こうブレイクダンスが今一番結構長く続いてるものなんですよ、はい、で、まあ、その仲間で何かをやり遂げることとか、はい、まあ、そのこう自分の目標に向かって頑張ってみるとか、はい、そういうことを、まあ、できたこともなんかこうやり遂げたなって思えることとかも今まであったので、はいはい、そういう時に、まあ、すごい自分に自信を持たせてくれたものの一つであり、はい、まあ、ほんまに毎日、まあ、日々いろんなことで成長させてもらってるなというような、まあ、自分の視野をたくさん広げてくれたものの一つでもあり、もう結構大切なものです。